チランジアシーディアナチランジアシディアナストゥードはパイナップル科の植物の一つで、いわゆるエアープランツの一つ。茎は立ち、葉は針状で長く、花は筒状で黄色い。茎は高さ最大で4 0トルに達し、時に分子する。葉は多裂性で、ト状をした、針型で斜め上に伸び、途中で湾曲はしない。長さは2 5トルまで、幅約4ト、mm、ル。 全体に灰色の輪片を密生し、先端は鋭く伸びて糸状に終わる。幼少は大きくて、ほぼ円形。家形はほぼ直立か、あるいは斜めに立つ。家形方は瓦を重ねたように配置し、下の型のものは葉の形に近くて角質。上の型では薄くて、泡紅色を帯びる。水上過剰の花は二列性に並ぶか、または多列性で、ほぼ円柱型となり、 長さ7センチメートル、幅 8mm で数個の花を寄り合うようにつける。果女軸は細くて、溝があり、無毛。花ずとは深い瓦重ねに配置し、花軸を完全に包み込んでいる。形は非新型か長大型で、先端は鈍く尖る。質は薄く、下方のものでは表面に輪片があるが髪型では無毛。長さ3センチメートル、幅1センチメートルほどで赤い。 学編は筆心型で先が尖り、ほぼ角質で毛がなく、長さ2トル以下。花弁は黄色で、長さ4 6トルまで。花弁は広がらず、花は筒状。オスシベは花弁より先に伸び出る。果ては長さ4 5トルで、円柱形。種名はドイツ人の医者で、園芸家でもあったクリスティアン・ユリュース・ヴィルヘルム・シーデに由来する。 チランジア族に所属する。西インド諸島、メキシコ、コロンビアからベネズエラにまで分布し、標高は1800メートルまで知られる。いわゆるエアープランツの一つとして栽培される。小柄ながら赤いツとの先から黄色い花びらを出す姿は美しく、特に黄色はこの族では、褐色として珍しいことが目を引く。クランプを作りやすく、 初心者でクランプを作りたいものにはおすすめの種で、あるとも。またそんな風に群生すると、外見も派手になり、干渉価値も高くなる。全体に白っぽく、特に角が白色で、そこから黄色い花びらを出す品種も栽培されている。以下、種として、園芸植物大図鑑に、P1552 佐々木、P98 藤川、P95 園芸植物大図鑑に、 P1552 藤川、P95 佐々木、P98 藤川、P95 ありがとうございます。